3位。これくらいは行くやろね。AB 変わる棋戦士3やね。2から4の間やろな。ヤクルトが強すぎるから来年も優勝はできんやろし。3位か4位くらいが妥当じゃないかね。1位、普通にやれば勝てる戦力やん。横浜は安明いなくなったし、A クラスは厳しいね。その後2年焼け野原になる優勝しそう。優勝しますとは言えないけどって言ってたのってやっぱり優勝できる確信ないからやろ。まあ確信あったらやべえとは思うわ。というか優勝確信あるやついたらそれはもう現実が見えてないというか。そらあれやろ。阪神優勝やろ。